しくなりました。キラキラキラ、めちゃ可愛いの。ちょっと待ってね、前髪まとったこれまた急に、よいしょ。あ、こうやると目切れちゃうんだねそっか、やっぱもう一段階高くしたいなと思うんだけれども、粉パウダーを使ってみよう。あ、無理か。ここにしたいね。ここにできたら最高なんだけどな。なんかいい方法ないかな。目見切れちゃう。ねえ、わかる。そのうちガタガタガタって絶対になるやつだと思うの。そんな気がしてきたよ、私も。よいしょ、泣きすぎた気がする。よし待ってね、ちょっとお待ちね。うん、ごめんね、一生ダイオさんが。あ、でもここでこうやってたらいいんじゃんね。いいか。よーし。そう、今日は毛をとっても素敵な色にしてもらってきたんですよ。伝わるかな。伝わりますかこれ伝わるかな。うん、こんばんは、こんばんは嬉しい。髪の毛スケスケでしょ、透けてるよねって。でしょ、透けてるでしょそう、なんかね、太陽光とか、そう、照明とかに当たるともっと透けるらしいです。透けてるでしょそう、あとね、みんなにね、私今日爪を見てもらいたい。見て、めちゃ皮なの。見て見て見て、すごい女の子の爪見える。このね、薬指に蝶々がついて、うわ、この指の形気持ち悪うこの指の形気持ち悪う薬指、あ、気持ち悪うそう、そうね、シナイキスのモチーフが蝶々なので、蝶々を住まわせていますよ、私の手に可愛いんだよ。あとはね、あ、白飛びしてるかな。ラインストーンをね、散りばめてる。わー、キラキラキラ。あとは親指にバカデカハートがついてますバカデカハート、わー、伝わるかな。ほら、見える、これハートなの。じゃじゃん。あとね、中指と小指はね、雫みたいなのをね、そう、キャネリストさんがつけてくれ、かわいい。見て見てめちゃめちゃつけちゃった。そう、明日がファーストツアーの渋谷で、明後日がおしゃべり会で、しあさってが通社とかいうんうん、明日結婚しようなみんなに言ってるんでしょ、絶対みんなに言ってるんだ。早くおしゃべり会させてくださいね。本当にね、本当にね、軽く一生しゃべりたい。あとはね、私はみんなに早く生写真サイン、あの今回の
アルバムの特典のね、生写真サインが届いてほしいなと思っている。ねえ、そう、最高の週末なんですよ。ツアーおしゃべり会、ツーシャット会、そう、何、そう、そういうの教えてた。あのね、あ、ほんとね、私は毎週日曜日にラジオトークというアプリを使って、そう、ラジオ配信をしているんですけれども、毎週日曜日の夜11時からやっていてですね。でね、なんだけど今週の日曜日がツーショット会なんですよ。で、前回もツーショット会、先週かも日曜日がツーショット会で、その後にラジオトークしたんですけど、そう、それでね、てっきり今週もその後ラジオトークをするもんだと思っていてそう、あの、何、ツイッターでも来週もツーショット会の後にラジオトークするのでお楽しみにって言ってたんだけれども、なんとよ、なんと、なな、な、なんと、な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 んとなんとですね、あの、帰りのお時間の関係でできなくなるみたいなんです。というのをね、恐怖とはっと思って聞いてみたらば、やはりそうでした。うん、だからね、今週のラジオトークがね、お休みになってしまうんですよ。そうなの、そうなのよ。あ、みんなできないよね、みんなね、寝れなくなっちゃう知識過剰みんなね、寝なくなっちゃうね。次の日休みとか、そうだよね、なんとかできないかなってね、考えてみたんだけど、それでね、一個マネージャーさんが提案してくれたのが、なんか事前に録音をしてそれを流すみたいな方法もできるっていうのをね、ちらっと聞いたんだけど、やっぱりね、みんなのリアルタイムでコメントを読みたいなっていうのもあって、そう、お休みさせていただくことになってしまった。そうなの、うん、対面でリアル、そうや、そうや言ったね、楽しみにしてるからね、私、言ったね言ったね、ごめん、低電力モードが出てきた。そうだ、私充電しなくちゃ。よいしょ、よいしょ、待ってね、よいよいよいしょ、あれ、充電できてる、あ、いけた、そうや、そうやね、絶対やりません。やりなよやりなさいよああ、仕事今終わった、お疲れ様、お疲れ様、みんな今日お仕事終わりの方もいらっしゃいますか札束ギフトで、いろんなね、可愛いギフトがあるのに、めちゃくちゃリアルなギフトがね、何個かあって、札束のギフトとかあるんですよびっくりしちゃう、毎回反応しちゃう、札束が来ましたとか言っちゃういてってつぐみちゃん、ありがとう、明日楽しみだね、嬉しいの投げてやる言ったね言ったねとか言ってそっか、ぼちぼち仕事、そっか、今お仕事の方もいらっしゃるもんね。昨日、今日は遅めのお盆休み、お、いいです。